アンアンダーミーシーン片桐仁です。台湾への印象は教えていただけますか？そうですね、暑いまあ暑いのとあとご飯が何でも美味しいことですからね。吃饭饭量吃的东西非常好吃。あとなんか優しいみんな。大家都是都对他很温柔。食べたものの中に一番印象深いものがありますでしょうか？まあルーローハンでしょうね。ルーローハン。二日で三回食べましたからね。才来两天就吃了三次。吃三次卤肉饭，真的，之后都会都带他去吃卤肉饭。一直吃卤肉饭的。なんか食べ物以外に、はい、あと暑いとか人が優しい、それ以外に何か。なんだろうな。なんかすごく外国行くなんていうかハードルが低いというか、日本から近いし、日本語喋ってくれる人いっぱいいるので、すごく。緊張しない。他说就是没有来到，没有什么来到外国的感觉，因为大家都很对他很好，然后很温柔啊，然后所以其实，在台湾并没有那种感觉很容易来，然后也没有太不适应的地方。我是因为台湾人都很喜欢去日本旅游，所以在那边看到很多台湾人。もしかしてあの台湾人がよく日本に旅行に行っているなので、カタキーさんも日々で多分日本の街で台湾人会ったかもしれない。ああそうですね。はい思います。はい。はい、中学生さんいらっしゃいます。大学の時は絵画だったんですけど、なんか教職の授業でも分かりにくいかもしれない。まあ授業の一環で始めて、そこから興味が出ましたね。はい。他说就是在大学的时候其实他主要是学画画的，但是因为刚好有粘土创作的课程，然后也是因为粘土创作的课程让他第一次接触粘土，然后从那里开始产生兴趣。下手なんです。所以他其实衣服上应该再多一个画家。原来他说他画的不好。对，絵が苦手でこっち行ったって感じですね。他说因为画的不好所以他才做了粘土创作。そうですね、日本で3年間ぐらいずっとあちこち回っていて、なんていうんですかね、僕のこと知らない人でも作品で楽しんでもらえるなと思ったので、ぜひ海外でやりたいなと思ってたんですよね。他说就是其实因为他一开始就是有很多作品嘛，然后但是会开始展览，是因为他其实已经先在日本那边做了个展。那一开始会想开始想要做个展，原因是想要让大家透过作品而认识他这个人。然后在日本就是巡回大概3年左右，那第一次就是把这些东西带来海外。まず片桐、片桐仁の義理ですよね。で、ギリギリ、いつも締め切りギリギリっていう意味なんですけど、これなんて言ったらいいんですかね、ギリギリにできるっていうのもあったりとかしてそういう状況を含めてギリ点ですね。他说就是ギリ点。うまく通訳してください。ギリ点这个字ギリ，然后他的名字叫カタギリ，片桐人的桐就是ギリ的英文。所以有点像直翻。对，直翻。然后但同时，因为ギリギリ这个字在日文有一个算是非常紧迫，譬如说就是总是在期限要到达之前才就是追赶期限的那个意思。那所以同时也是代表他有时候做作品的时候总是在最后一刻才完成，对，被人家催稿之类的，然后所以包括自己的名字，然后还有这个状况，然后他就决定要把这个展览叫做これも自分でデザイン。そうですね、はい、日本のなんていうんですかね、悪い人たち。オートバイに乗って暴走族、ジャパニーズトラディショナル暴走族スタイルというか、これですかバイクに乗るんですよ。他说就是这衣服是自己设计的，然后他的确的那个印一开始为什么会设计这个衣服，也是想要做一个坏人，然后那个因为像日本的暴走族就骑机车骑摩托车的那些就是不良少年们都穿这样，然后他就是因此把这个衣服设计成故意设计成这样。我有个问题，就是暴走族不会把 email 放在那个衣服上吗？一つの質問ですけど暴走族は別にイメールアドレスを。あ、そうですよね。いや、本当そうなんです。これは、暴走族は自分の出自を書くんですけど、僕の、はい書くことっていうのは、僕の職業だったり、
この似顔絵だったり、あとこのオリジナルの家紋だったり、はい、やってる番組のイメールアドレスだったり、あとこう一言だったり、なんかその暴走族のファッションにかけて自分のオリジナルのやつをやってる。だから後ろとか見てもらうと、この粘土道でね、はい、あやってもらおう。これで体育なんだ、はい、ね、これすごいですよね。これが、ね、なってるんですよね。暴走族啊，在上面秀的就是关于自己的事情嘛。那所以他同样的就是像这边他秀的是他的 title， 因为他是一个演员，是个艺人，然后是一个叫作家。然后下面是他自己的脸，他衣服下面是自己脸。然后右边这个 email address 跟上面那个是他的节目，他自己的主持的节目的 email address 跟节目名字。然后中间那个花纹是他自己设计的，他的家纹就是代表他自己的纹路这样子。然后后面的写那个什么粘土道，就是他在做的事。那所以他就是其实就是运用暴走族把自己的事情绣在衣服上的概念，然后还跟着这样子去模仿，所以才会放。所以连粘土道都是他自己发展出来的吗？对，就是他自己应该说在日本做什么事的话会有粘土，比如说什么什么道，比如说茶道、花道，说粘土道，もうなんかしゃ。佐藤とかあの生け花のと、うん、ような、そうです、そういうふうによくよくは、そうです、よくよくはなっていけば、はい、僕だけなんですけど、はい、あのその言葉が自分で考えて、あ、そうです、はい、他说对，就是是他自己想出来的一个词句。有没有想要收一些弟子？なんか弟子とか今後も、うん、そうですね、どんどんこう世界広げていきたいと思います。他说对，就是之后也会收一些徒弟，然后家元としてね，对，他就是当成那个粘土道的创办人的。粘土道マスターとして。职人精神。あ、そう、携帯ケースも、はい、これを片桐さん自分。そうですね、これ最新作の iPhone。あ、iPhone ですね。あ、iPhone。对，他说他这是他的最新作品，然后就是眼睛嘛，然后眼睛是 eye， 然后刚好就是 iPhone 这样。我想说，我晚上拿这个路上不笑人家。夜道を歩いてる時にもしかしてびっくりする人とか。そうですね。就是以前那个鬼太郎那个眼球。目玉おじさんとか。目玉おやじね。はいはい。でもちょっと美しい目にしたんですけどね。あとこう持ちやすいようにここ飛び出してこうやって挟める。你很 fashion 的，使いやすい。何しろ使いやすいんで。他说他也为了就是为了要使用方便，他还设计了让他这样子，这很厉害。使いやすい。そうですね。なんか最初は自分も有名になりたかったし、自分の顔を作って笑ってもらいたかったのと、自分も有名になりたかったっていうのがありますね。はい。他说就是为什么会想要创作，是20年前当时他非常想变成一个有名的人，然后所以他就运用自己的脸，然后脸在作品里面，然后而且想要令人就是发笑，这样想要让博大家一笑的创作这个作品。因为我刚才看的时候以为是就是像贞子从电视里面发出来的感觉。そうそうそう。なんかサタコさん。うん、そう、怖い怖い。そうなんです。有点可怕的那种感觉。まあ好きだったんですね。他就特别喜欢像这种有点恐怖片感的东西啊。20年経ってだいぶ可愛らしくなったつもりなんですけどね。过了20年，其实他一看像现在比较近期的作品，看起来就稍微可爱了一些啊。而以那个20年起来说，其实最近很红那个动画《进击的巨人》，其实就很像那个风格。10年前に創作したい作品ですけど、うん、最近の巨人とか、そうですね。の系統にも似てるんですか、はい、そうですね、はい。口が好きなんでね。そうですね。はいはい。の中に明石さんという役です、はい、で実はすごく明石さんのファンが、はい、そのディレクターの知り合いがいて、そうですか、はい、ちょっと質問したい、一個の質問していいですか、はいはいはい、いつ
明石さんがあの弁護士になるんですか。いやでももう毎年受かるつもりでいますから、はい、もうすぐだと思いますよ。他说他就是 每年都会去考试，然后也许近期他就会当上律师。所以会有第三季吗？Season 3とか。全然もう決まってないですね。はい、啊。何にもはい、啊。最高機密。やりたいですね。非常想要出国第三季，他想要非常想要出国。だろうな。仕事を宣伝してもいい。なんかある？今やってるドラマはこっちでやってるんですかね。分かんないですよね。あなたの番です。对，他现在在。ああ。他现在就是有在演一个新的日剧，叫《下一个轮到你》的。然后电视好像还没有播，但是在那个一些动像是网络平台是可以有在同步放送的。所以那里面也会出现他的商品吗？今やってるのドラマの中にあの自分の作品とか、あ、これ今のは出てないの、 99.9 だけですね、それはね。只有在99.9出现，现在那个作品就是没有比较不同的角色，但风格不一样。所以我可以问一下松本润第一次看到那个手机壳的感想是什么？あのすみません、99.9の役の中に関する質問。あ、はい、元、はい、はい。はい。共演の松本さんが初めて大人気ですもんね、台湾でもね。初めてあのその魚の携帯ケースを見た時のどういうような反応をされてたんですか。でもそんなに、あ、まさにこれです、それ。その時使ってた、ドラマで使ってたまさにこれなんですけど、これでこう、この人知りませんかってやった時ですよね。別にあの驚きとか、香川さんが一番反応しましたね、最初は。はい、说就是松本润其实没有什么太大的反应，但只是普通的就就是很特别，因为这个实际上就是摄影的时候用的。だからセリフ間違えたりすると、今度ばっかり作ってから間違えんだってよく言われましたよね、松本ジュニアね。他说最常被松本润说的就是就是因为你都说这些有的没有的，所以你台词才会讲错。ギリ点。今週金曜日から6月の7日から30日まで、火山1914ラフ&ピースファクトリーにおいて開催いたします。子供から年寄りまで楽しんでもらえると思うので、何かに粘土を持ったものが100点近く並べてあるんで、もうそのぐらいの情報で来てみてください。無料なんで、楽しめると思います。そして、無料なんでグッズの、方を買ってください。よろしくお願いします。一些展览的情报嘛，然后在华山举行什么什么，然后呢，因为就是他跟大家讲的情报就是有一百件左右的作品，然后大人小孩都可以看得非常开心的作品，那其实不需要太多预备知识，只要来欣赏就可以了，然后是不用钱的。不过因为不用钱，就是他们有卖一些周边商品，如果大家可以给他一些展览上的赞助的话，当然就是再好也不过了。